なんと久しぶりに三上真嗣に会うことができそうです。波動拳、日本に帰国した時にですね、三上真嗣の対談をですねお願いしたらですね、なんとOK をもらいました。皆さんがですね、三上くんに聞いてみたいこと、あの時のあれ何だったんですか、これどうだったんですか、こんなこと聞いてくださいっていうふうに聞きたいことがいっぱいあるんじゃないかなと思います。よかったらですね、コメント欄にコメントしておいてください。全部は拾えないかもしれませんけど、これは確かに僕も聞いてみたいかもみたいなところをですね、参考にさせていただいて、三上くんにバーンとぶつけてみたいと思ってますってことで、よかったらコメントしてね。バイバーイ。